自分は準備を整えてきてどんどん迫ってきているんだっていう自負、明日から数日間しっかり戦える。こんにちは、辻です。この動画を収録しているのは令和4年の12月の31日大晦日です。入試まで首都圏の子であと1ヶ月、関西の子だとあと2週間、半月ほどですよね。もういよいよ間近に迫ってきたということで緊張感高まっているお子さん多いと思います。さあ今日ここでお話したいのは緊張感との付き合い方と、それから入試までにできることですよね。あと一月、半月でもできることはたくさんありますから、それをお話ししたいと思います。そして最後に直前のね、時期の気持ちの整え方、入試までのマインドセットですよね。これをお話したいと思います。まず緊張感なんですけれども、緊張感といえばね、緊張するっていうとどうしてもマイナスイメージ、ネガティブな方向で捉えてしまうお子さん、親御さんも多いかと思うんですけども、緊張するっていうことはこれまで受験勉強やってきていよいよだ、自分は準備を整えてきてどんどん迫ってきているんだっていう自負があるわけですよね。ですからこの緊張感というのは今まで努力をしてきた、この努力をしてきたっていう気持ちがこういう緊張感になっているんだということをお子さんにね、ぜひ伝えてあげて、緊張するっていうのは悪いことなんじゃなくて、この半月一月で緊張感を克服するというよりは、この緊張感っていうのを感じながら準備を整えていけばいいんだということをお子さんにね、伝えてあげていただければと思います。さあ、そしてあと1ヶ月半月、できることたくさんありますよね。もうやるべきことっていうのは、入試の過去問、志望校の過去問を演習して、演習しただけで終わらすわけじゃなくって、もちろん答え合わせをした後に、ここちょっと手薄だったなっていうところが見つかりますよね。見つかったら見つかったでいいんですよね。今見つかってよかったっていうふうに捉えて、そしてそれを穴埋めしておく。ちょっとね、広めにね、例えば人体の呼吸のところを間違った。じゃあ、消化吸収のところもちょっと復習しておこうかっていうことで、塾のテキスト、今まで使い慣れてきた自分のね、問題集であるとか参考書、こういったものを使うといいですよね。ぜひこの1ヶ月ね、その今見直したところに付箋を貼っておく。付箋もね、例えば青とか赤とか使い分けるといいですよね。これはちょっとまずかったっていうのは赤にしておく。黄色、そしてこれはもう安心だっていうのは水色にするとかね、こういうふうにしておくと、あと1ヶ月でね、こういうのを貯めておくと、入試の例えば前日にささっと見返して、よし、今まで自分がつまずいてきたところ、こんなに穴埋めができた、だから明日はもう大丈夫だっていうふうに整えることができるわけですよね、気持ちを。こういった材料をどんどん積み上げていく。で、直前のね、気持ちの整え方の面では、今言った通り、こんなに頑張ってきたんだから大丈夫だっていうのを、今までやってきた参考書なり、問題集なり、付箋を見返してね。そして、よし、これで準備万端だと。明日から数日間しっかり戦える。こういうふうに気持ちを整えていく。この半月一月でできることってすごく多いですよね。こうやって準備を整えながら、前日に自信を自分にみなぎらせて、次の日に戦いに行く。この準備をこの半月、一月間、しっかり整えていっていただければ、中学受験、その当日ね、実力を遺憾なく発揮できると思います。ぜひね、この直前の時期、大事に一日一日積み上げていく、こういった過ごし方をしていただければいいかと思います。皆さんの中学受験、入試が成功に終わられることをお祈りしております。頑張ってください。